皆さんこんにちは、ケンです。今日はトイファクトリーさんにお邪魔しております。トイファクトリーさんはキャンピングカーを製作している会社になりまして、主にこういったハイエースとかのキャンピングカーを発売していたりとか、あとは他の店舗にはなるんですけども、ミニベロ折りたたみ自転車等を販売しております。今日はこのトイファクトリーの岐阜本社さんにあるキャンピングカーを紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。一人旅、二人旅の場合はこのリビングでくつろいでもらって、そのままお二人後ろで寝れるっていうのがうちのいいところ、うんうん、ベッドの展開をしなくてもいいですよっていうところですね。で、例えば4人で寝たいって時は、はい、ここをフラットにしてもらって寝ていただくような形になります。でまずはまあテーブル、これは寝るときいらないので外しておきます。で、まあ、基本的に寝るときのシチュエーションっていうと、もう運転しないので助手席とかに置いておきますね、うん。ヘッドレストも不要ですので外していきます。後ろ側もします。でまずは後ろ側からですね、これレボシートって言いまして、展開するようになってます。で横方向、縦方向動きます。一番設定ですね、はい、ここにレバーがあるので、これを引っ張ることによってリクライニングする形になります。でここに補助マットですね、ここ隙間ができてしまうので、はい、まあ、開いて足出してもらって間にね。でここも今普通座りやすいように1段下がってますので、はい、フラットにする、起こしてもらいます。あ、上げて、で一番後ろまで曲げてもらって、すげえ、はい、これで190センチ以上のシートになりますベッドになりますので、よかったら寝転んでみてください。ああ、これだけでも全然気持ちいいですね。そうですね、あ、気持ちいい。プレミアム精度っていうのは入ってますので、すごくこれ触り心地もいい、イコール寝心地がいいというところにつながってきます。でワンちゃん飼ってない方でもすごくおすすめのものになってますね。なんで結構寝れますね。これ上は横で寝るんですか？そうですね、横で180センチあるので。ああ、全然。で例えば小柄な奥様や子供さんが後ろ寝てもらって、大きいお父さんとかは前に寝ていただくように。ちょっと失礼していいですか？はい、どうぞ。頭はこっちなんですかね？そうですね、こっち物置、まあ、そこはもうお任せしてるんですけれども、やっぱり窮屈に感じないのはそちら向きです。そうですね、175ぐらいあるんですけど、この出窓いいっすね。出窓のおかげで横で寝れる。そうですね、出窓で実際10センチぐらいですね、大きくなってます。例えばお二人旅でっていうところになってくると、もうやっぱりベッド展開するのもめんどくさい。でここやっぱ広々寝たいって方は、はいはい、これテーブルにですねちっちゃい足ついてるので、はいはい、このベッドの状態でも、ベッドの状態でもテーブルができちゃうと、お座敷スタイルって呼んでるんですけれども、これで、でまだこの状態でもシンクも冷蔵庫も使えるというところがいいところですね。素晴らしい。なのでこの状態で走行していただいても問題ないし、ね、はい、今起きてた状態だと6人乗りなんですか？これはこれは7人乗りです。7人前3、前が2人と2人です。ここが3人のシートなんです、ね、後ろが2人ですね。7名乗車というところになります。ここにワンちゃん乗せる。そうですね、すごい、ありがとうございます。すみません。こういうのはそのもう完成車で売ってるんですか？その
例えばディーゼルとかレギュラーとか4駆とかって選べるんですか？そうですね、ハイエースのオプション、例えばディーゼル4駆、ガソリン4駆、そういうのもお選びいただきます。基本的には受注生産という形ですね、うちから、お客様からヒアリングしたオプションでハイエースを手配させていただいてというところになります、これが車名ですね。そうですね、はい。いいな。レカロシータオプションですか？レカロシータはオプションになってます。オリジナルじゃないですか？オリジナルのものですねオリジナルじゃないですか？日産だとニスモさんとかそういったところがやってるような形でですね、やらせていただいてます。すごい、下も広いんで、すごいですね。そうですね、このモデルのいいところはやっぱりお荷物もしっかり入っていっぱい人数も7人乗れて寝るのも広いっていうのが特徴的ですね。はあ。で、お値段はいくらですかこの、ざっくりこの状態で900万後半ぐらいになってまいります。まあ、でも家ですもんね、クーラーとかも全部ついて。そうですね、すごくオプションはしっかり入っているようなところになっているので、金額はやっぱりしてきてますね。わかりました。ただいろんな今特別仕様で、これカーサーって言いまして、ヒノキの床とかですね、本物のこれ木材です。これ本物なんですね。本物です。そういった特別仕様になってたりっていうところも金額が高いところですね。それはしますよね、そんだけしますわね。まずこのハイエース自体がもうめっちゃしますもんそうですね、ハイエースで、プラスでやっぱり家具を積ん で、でさらにレカロシートやソーラーパネルっていう、贅沢品ですね、そういったところを入れていくので、であれも作るんですもんね、こういう 出窓じゃないですけど、そうです、ね、とか上とかを作るから、当然、ね、普通のハイエースから作る、作っていく、普通のハイエースにつけていく、カスタム外装をつけていくというところしますよね、そんだけ。オプションなので、少しコストを抑えたいよって方であればなくしていくっていうのももちろんお選びいただけます。はい、ありがとうございました。はい、これはまず名前なんていう？これは GT という、これですね。はい、GT。基本的には運転席でサードシート、セカンドシートのところはバーデンと同じレイアウトのものになってます。で、特徴になってるのは後ろにこれマルチルームって言って個室ができてます。はい、ポータブルトイレ置いていただいてもいいですし、あとはクローゼットとしても使えます。あとはヒーターの出口が中にあるので、そこからですね、乾燥室としても使えるっていうところが特徴になってます。よかったら開けていただいて、はい、ちょっと見させていただきます。はい、バーデンと似たような、もう一緒ですね、配置は。そうですね、前は同じになってます。これも床ヒノキ、これも、はい、特別仕様のヒノキで、これマルチルーム。そうですね。なるほどなるほど。床が防水板になってるので、結構汚れたものを入れるというのも一つできるかな。あと結構ウィンタースポーツやられる方や、サーフィンやられる方なんかもそこに荷物入れやすいっていうのが。ここ立っても大丈夫なんですか？立っても大丈夫です。あの、あ、全然トイレしようと思えばできる扉を閉めようと思うと結構狭いんですけど、はいはい、緊急時に使っていただくってところではすごく使えるのかなと思います。あとはバーデンと違うところだと反対側にタワー収納ですね。これですね。はい、それもやっぱりあると、キッチンの用意道具とか入れれるので、便利です。電子レンジもあったり、ああなるほどね。で、収納もいっぱいあって、二段ベッド。こちらは二段ベッド。で、上が横幅が180センチ。はいはい。下が170センチになってます。マットは外すことができるので、はい、例えばお荷物あるような時は外していただくことも可能です。おいくらですか？
これも同じぐらいですね。基本的にうち価格差ってそんなにないので、モデルによってオプションの量によって値段が上下してくるような、うん、例えばこの出窓のところもですね、これですね、下からですねシェードが出てきます、で今度上から網戸が出てきます、もちろんこの扉っていうのは開けることができるので、まあ、例えば外の風をすごく入れたい時ですね、まあ、クーラーつけてない方なんかは上手に風を取り込んでいただきながら旅を楽しんでいただけるっていうのがこの出窓のいいところですね。やはり純正のガラス窓になってくると後ろとかは開かなくなってくるので、まあ、そういったところも、この出窓ですね、いいところになっています。ありがとうございます。これが GT、はい、なんで見えないところでもこの断熱とか、そうですね、もう結構もう、はい、例えばこの一番のところでいくとセラミック塗装ですね、これ、はい、これ H2 ロケットの先端に使ってるようなこの大気圏突入する時の断熱材ですね、同じものを、はい、使っております。で実際今そこのガラスのところにこれ施工してあるんですが、はい、これ同じようなんですね。なのでこう触っていただけると断熱効果っていうのが、あ、温度のこっち冷たくてこっち全然です、はい、そうです。防音効果も、そうですね、やはり少しボディが硬くなるのでやはり防音効果もあります。涼しく、ね、そうですね、見えないとこもこういったふうにそうです、ね、やってます、作ってますっていう、はい、で次に2番のところでいくとこれ一ウールですね、はい、天然のウール入ってまして、調湿ウールって言いまして湿度も調整してくれる、湿度を 50% に調整するという効果も、はい、入っております。もう結構5センチぐらいのものですね、ぎっしり入ってますので、まあ、それもやっぱり断熱効いてきますし、これも防音防臭の効果もあります。この次3番目のところですね、これエアロウィンドウとアクリルの断熱の二重窓というところですね、はい、このアクリルの二重窓はトイファクトリー特許を取って、この黒いやつですね、特許取ってます。であと出窓のところですね、やはりご家庭でも一緒なんですけども、ガラス窓からやっぱり冷気や熱気入ってきます。そこを例えば東北や北海道のご家庭ってガラス二重窓になってるんですね、それと同じようにアクリルウィンドウも空気の層があるので、そこも断熱効果がすごく高いというのが特徴的なところです。でモデルによってはあとベッドのサイズを広くするっていうのが、なので窓もこういう工夫されてるんで、なんかよく窓埋めたりとか断熱のシートというか、はい、パネル貼ったりとか もうこれしなくても、そうですね、しなくてもカーテンぐらいで算数大丈夫です。あと、まあ、モデルによっては、このアクリルの二重窓とかオプションになってくるんですけれども、基本的にこのスーパーロングってサイズは断熱フィルム標準で入っているので、まあ、そういったところも他のビルダーさん比べていただいても断熱は高いところ、断熱は高い、はい、なっております。そういうことですね。あと4番のところなんかもこの発泡材ですね、はい、まあ、これも断熱材にもなってるんですけれども、ロードノイズですね、やっぱり、はい、なりますね。そうですね、空気の層があるとそこを音が伝わってくるので、やはりしっかり埋めてあげることでロードノイズも軽減されるというところですね。セラミック塗装、ウール合わせていくとやっぱり雨音っていうのも全然変わってきます。そういったところでも使いやすく、まあ、トイファクトリーのこだわりの部分というところに。なるほど。これは足回り、そうですね、足回りになってます。オリジナルの足回りというところですね、はい、やはりハイエース、もともとはお荷物乗せる車になってますので少し乗り味が悪いです。ただそこにキャンピングカーに合った足回りを入れていくことで走行の安定性というのが軽減されていくので、例えばリーフスプリングなんかでいくと突き上げ感ですね、その縦の揺れなんかでいくとこの2つが効いてきます、はい、で今度横揺れになってくるとこの辺スタビライザーですね、スタビライザーで、はい、が効いてくるよと。あとは高速走行の安定性ってところでいくとこのフロアウィングスポイラーですね、はい、これボディの下側についてくるんですけれども、そのダウンコースを使って高速時も安定してくるここについてますね、これですね、ダウンコースというものになってますね。
これはもうあのオプションでついてるのか後からつける。そうですね、スーパーロングの車に関してはこのフロアイングスポイラーは標準で、あとはオプションでっていうところです。なので、まあ、気になる部分をご相談いただいてつけていくっていうのがいいかなと思います。で後付けもできるので、まあ、ご相談いただければ。で、まあ、試乗車なんかもありますのでぜひ足運んでいただいて、はい、乗り比べていただくっていうのがいいと思います。他にもなんかこういうホイールとかも。そうですね、はい、オリジナルカラーのホイールであったりマットっていうのも、はい、出しておりますので。こういうのも販売してます。これに関してはもうあと残り10台ぐらいになります。埼玉トゥーペットさんとコラボにしているグリーンバディというモデルになります。まず 見た目がめちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、ちょっとオフロード感出てるんですけど、これ 見た目もこれなんですかね。これ見た目はオプションでついてまして、基本もうジャオスさんのオプションが、はいはい、あ、なるほど、ジャオスさんの、はい、そうですね、まあ、フロントもそうですし、はい、オーバーフェンダーですね。であとはあのコラボして作ってるホイールとキャリアですね、はい、キャリアはなんかパネルついてるとかじゃなくて上乗れるみたいな感じ。そうですね、上乗っていただいても全然大丈夫です。なんかパッと見もともとデラックスグレード。そうですね、これデラックスベースになってます。あー、本当だ。逆にこのバンライフ感を楽しんでいただけるかなというところですね、うん、逆にボディのこのむき出し感というところも、はい、まあ、マグネットがつくので、まあ、そういったところも面白いところかなと。そうですね、いろいろできますね。これ標準ボディですか。そうですね、はい、標準のナローサイズという。これまたさっきにはなかったようなシステムというか電源ボタンとかも。そうですね、さっきのやつもあのオールインフォメーションボードっていって、まあ、全部を管理するようなところなんですね。これに関しては電源、これライトの電源ですね、これ電源切れて、あとはインバータ、コンセントのオンオフができるようなところ、あとはこれ水道のところですね、シンクのオンオフですね、あとバッテリーの状態を確認できるという少し簡易的なところになっております。これ残り数台っていうのはもうなんか数台出したらもう販売はしないんですか。そうですね、作る台数っていうのが決まってるので、まだ受注新車でまだできるそうなんで、はい、これかっこいいし使い勝手良さそうですですね。例えば3名様4名様でっていうことであれば、上に追加でベッドマットをっていうのもオプションで、あ、こことここもう引いちゃうってことですね。そうですね、はい、追加ですることも可能です。こういうのもあるんですね。これはどうなんですか、さっきの価格よりは全然ちょっと抑えれる。そうですね、やはりあの、まあ、装備が少し少なくなったり家具の量が減ったり、うん、まあ、シートが少なくなったりっていうところで価格は抑えられています。ざっくり500万、600万ぐらいからご用意できるかなと。内装はこれで来るっていう感じですかね。もうカラーは、カラーは選べるんですか、このイエロー。これに関してはカラーはこの一色ですね、はい、私も今デラックスの標準なんで極めるとここまでできるんですね。そうですね、すデラックスベースのすごく上位なところまで行ってるかなと思いますので、ね、おっしゃるようにさっきむき出しのこういうのもね、なんか味があっていいですね。むき出し感もやはり楽しめるっていうのもいいかなと思いますね。これグリーンバディという埼玉トゥーペットさんとうちでご購入いただける車両になっております。はい、あとわずかなんで、OK、私もこれ入れたいです。あ、ぜひあの入れれますので。OK な。これなんか今年の2月のジャパンキャンピングカーショーの、はい、発表になったやつなので、じゃあ広い。そうですね、広く感じ。あれさっきと一緒ですよね。車のサイズ感は一緒ですね。一緒なんですね。ただベッドや荷室のサイズっていうのはもう縦で今2メーターの荷室になってるので、はい、さっきのやつよりもバーデンよりも広く荷物を入れる。自転車乗られる方とか、はい、ウィンタースポーツやられる方、キャンプやられる方、荷物が多い方にはすごくおすすめになっております。これは取り外しできるタイプですね。外すことができます。なので外せばバイクをトランポすることも、縦に積む2台3台積めて自転車も積めるな。全然自転車も行きます。でここなんかテーブルにもなるんですか。
そうするとここを外すと。そうですね、外していただければ、まあ、テーブルのように使っていただくことも可能です。サーフィンとかにもいいですね。そうですね、やはり後ろにシャワーのユニットあるとやはりいろいろ流すのにも便利ですし、まあ、サーフィンであったり、まあ、ワンちゃんの足流していただいて、自転車汚れたりキャンプ汚れたり流していただけるのも魅力的だと思いますね。かっこいいなぁ。でこのキャリア実はソーラーパネルとも併用することができるので、ちょっと階段上がっていただくと上からソーラーパネルを使っていただけます。うお、はい、ソーラーパネルをつけた上でさらにお荷物も載せれるというところで、すごくアクティブにもうこれでもかっていうぐらい荷物が載せれるので、すごく遊びの幅は広がっていく。これはこれでもう全然なんかさっきとは違う配置ですね。そうですね、はい、キッチンが奥側にあるのが特徴になってます、うんうんうん、やはりこのスライドドアを開けた時のキャンピングカーらしさっていうのはすごくあるかなと。そうですね、冷蔵庫シンク、そうですね、電子レンジ、電子レンジ、収納、収納です、ね、広いんだわ。なんかこれが一番開放的な感じがする。そうですね、まあ、このキッチンがしっかりついてるモデルではやはりこれが一番お荷物も全てというところになってますね。これもなんか同じように、ベッドにできるんですね。そうですね、はい。ここもフラットにして後ろ側と半分だけ2段ベッドのような形で寝ていただくような。なるほどなるほど。でも下もなんかそのベッドキート乗せれそうなんですけど、そうですね、下、まあ、これ外して下にしてもいいし、逆にこの下でも寝ようと思えば寝れるみたいな。そうですね、広いな。そうです、使い方は本当にユーザー様それぞれいろんなレイアウトで楽しんでいただいてもいいかなと。であとこのオーニング、これまあオーニングっていう、はい、今開いてるオーニングっていうんですけども、はいはい、このジャオスのキャリアにつけるブラケット、これまだちょっと試作品でまだ販売してない、これからしていくんですね。そうですね、これから、はい、していくものになっています。やはりこのキャリアと合わせていくとすごく使いやすいかなというところです。ありがとうございます。これはバレイヤーと、ね、バレイヤですね。レカロシートが見えたんでちょっと教えていただきたいんですけど、これ LXF ベースでうちのオリジナルというところですね。でこのスウェードの生地とかも特徴的なところ。そうですね、ここがなんか違うなと思う。スウェードでこれかわいい、しかもねマークついて、もうこれすごくこの刺繍あのこだわりを持ってやってますので、はい、開発すごく大変だったという話をしてますね、はい、デザインと生地にこだわってるレカロシート。そうですね、まあ、ベースはやはり LXF というところにはなるんですけども、はい、その触り心地や生地のところですね。これがですね、アームレストありなしとかでも変わってくるんですけれども、はい、ありで、まあ、ざっくり20万円とかですね。でまあ、ヒートシーターつけるともうちょっとというところ、まあ、取り付けポーチも込みでというところですね。レールとかも、IS だとレールとかもいるじゃないですか、はい、レールも込みでそれぐらい。そうですね、はい、そんなもんですね。でも、まあ、レールもいろいろあるので、まあ、高さを選べたりというところですね。これ私はもう5年使ったんでおすすめです。これはおすすめです。間違いないです、ね、はい、間違いないです、このシート。はい、いかがだったでしょうか。ここトイファクトリーさん、岐阜の蟹市にあるのでぜひ皆さん遊びに来てください。ね、見に来るだけでもめちゃくちゃ楽しいです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。